1967年大韓民国大統領選挙は、第6代大韓民国大統領を選出するために1967年5月3日に実施された韓国の大統領選挙である。なお、韓国では選挙回数について、大回ではなく、大々と呼称するのが一般的である。大統領の任期4年が満了したことに伴って実施された選挙である。 選挙には7名が立候補したが事実上、前回選挙と同様に、与党民主共和党の僕正紀大統領と民衆党と新官党が統合して結成された野党新民党の院前との対決となった。前回選挙で僕正紀は15万票の僅差で、院前を抑えて当選したが、今回は僕候補が有効投票数の51.4%を獲得し、 人候補を大差で抑えて当選し、再選を果たした。僕候補が大差で勝利した理由は、1962年からの第1次開発後可燃計画が比較的成功を収め、第1次に続く第2次後可燃計画を成功させるには、与党が引き続き政権を担うのが必要だとの宣伝がこうをそうしたことにある。地域別で得票数を見た場合は、 4年前の選挙とは大きく、変わり、大統領の出身地域である、南南地方で、経済開発のための集中投資が行われたことに、対する湖南地方の反発から、西部地域で、僕候補は、院前に敗北している。大統領選挙に対象した、僕大統領を率いる、与党、共和党は、翌月に行われた、総選挙でも、三分の二を上回る、議席数を確保し、 躍進した。金広志賃韓国政治の研究利権分け、31書房243ページ、別添表3歴代大統領選挙韓国、中央選挙管理委員会、歴代選挙情報システムから引用して作成。ありがとうございます。